チャレンジしないで失敗がないより、チャレンジして失敗がある方がまだマシ、成功があればもっといい。Hello everyone, how are you? 皆様いかがお過ごしでしょうか。ミシェル・フナコスキー哲学チャンネル、今日もご覧いただきましてありがとうございます。経営者になるとやや利他的に変わり始める。まあその例では一番最初に、カンボジアに小学校を寄付したんですね。もう20年ぐらい前かな。その時に家内がこう言ったんです。子供あんまり好きじゃないよねと。カンボジアの小学校を建てるって決めたのはすごく嬉しいと。結婚20周年かなんかでプレゼントしたら、彼女はそれを喜んだんです。このなんかこうなんかスイート10ダイヤモンドとかいいわみたいなことを一切言わずに、で彼女が喜んだのは、僕がそういう考え方に変わってきた、まあ経営者としてもそうなんだろうけど、人としても変わってきたということが嬉しかったらしくて、20周年記念に学校をプレゼントすることを心から喜んでくれたんです。まあ彼女の方がそういう意識で物事を見ている、僕はそれで鍛えられてきたっていうこともあるんだけど、そう、人を幸せにするとか利他的に考えるっていう、まあこれも尊敬する稲盛さんの人生の成功方程式、成功の成果、人生の成果は考え方、情熱、能力の掛け算と言ってます。で、能力は磨けば磨くほど伸びるし、情熱は持続力を持つことにつながる。でも一番大事なのは考え方だよって稲盛さんがおっしゃってる。でも若い時は利己的から利他的にって言われてもなかなか、でも経営者が成果を出すにつれ、利己的だけじゃなく利他的に人のことも考えることができる、まあ樽を知るっていうのかな、僕も本当にそういうふうに思えるようになってきた。やっと稲盛さんがおっしゃってることにちょっと近づけたかなと。だから若い時に利他的にって思えなくてもいいです。その代わり成果を得て少し社会に還元しようと思うような人間になっていけばいいんで、会社の成長、自分の成長とともに考え方の成長もつながっていくと、まあこれはすごいことだなとこう思います。その利他的になってきたかなというふうに感じられたのは、七村さんがおいくつぐらいの時だったんですか。まあ上場して余裕ができて、だから46で上場したので50ぐらいかな。そうですか、50ぐらいで、うん、早いですね。50歳くらいでもないでしょう。いや、そうだと思いますよ、うん、なかなか人のためにというのはもうそれこそリタイアしてから考えられるんじゃないのかなというふうに思うんですけどね、うんうん、そうですか。いや、何しろね、奥様が本当に素敵な人で、本当に素敵な人なんですよね。何しろその最初に起業されてね、7万円でも一緒にね、うん、しょうがないねって頑張ってくれたっていうのもあるんだと思うんですよね、素敵なお話ですね。それではそろそろお時間かと思いますので、はい、最後にですね、今どん底を生きている若者、後輩たち、それからあと失敗が怖くてチャレンジができない、そういう方も多いと思うんです。そういう後輩たちに一言アドバイスをお願いします。僕のポリシーが、自分の人生の主人公は自分だっていうのがあるんです。自分の人生を作るのは人のせいでも何でもなく自分なんだと、これ自己責任を取って生きろと、こういう意味なんですけれども、僕はこの言葉に感化されていて、今ある不満とかってそれ自分で作ったもん違うのというふうに思ってるんです。自分で作ったもんだからしょうがないんで、だったらそれをより良くするのかしないのかは自分自身なんで、チャレンジしないっていうのはイコールそうだと僕は思ってるんです。で、みんながみんな成功するわけではない、だからチャレンジしないという説もある。僕それでもいい、人っていろんな言い方があってこうした方がいいっていう気は全くない。ただ僕はもう生まれた人生一回しかない人生、じゃあいろいろチャレンジしていこうと。チャレンジしないで失敗がないより、チャレンジして失敗がある方がまだマシ、成功があればもっといい。人生一回しかないという人はみんな何かしなきゃと思うでしょう。よく死ぬ間際に後悔してること何ですかって、
そちら必ず出てくるのは、そのあの時あれをやっておけばよかったって出てきます。それっていつになっても同じなんで、チャレンジする人はするし、しない人はしないと思うから、やった方がいいんです。や、まあ、僕はあの原稿一致ってよく言うんですけれども、言ったことをやれよと。結果はどうあれ、やらないでグダグダ言うんなら、やって うまくいかなかったということを感じた方がいい。もちろんやってうまくいくのが一番いい。でもやらなければ全くわかんない世界いっぱいあります。だから、今苦しい人も、もうその先にトンネルの出口があるかもしれない。ただ、やり続けないと負けてしまうよ。それを乗り越えていけばいいんで。まあ、あとはあれだね、楽観的にやり続ける鈍感力も必要かもしれないね。もう、あんまり先のことを考えすぎて、心配になると、次に前に進めなくなるんで、まあ、今はもうこれやるしかないと思って、一点突破。やっていけば成果も出ると思うし、何より自分の人生は自分で作ってる。主人公は君だよっていうことを言いたいなと思います。ありがとうございます。非常に力強いメッセージですね。勇気づけられますね。ちなみに楽観的悲観的っていうところなんですけど、うん、それはね、人の性質で変えられないというお話も聞いたことがあるんですよね、うんうん、だから楽観的な人はラッキーです。でもそれを変える唯一の方法があるんです。悲観的な人は楽観的な人とつるんでいるといいそうですよ。そうするとそちらの方によるそうです、うんうんうん、私オーストラリアに住んでるじゃないですか、うんうん、オーストラリア人はね OG の Worries の、 あの楽観的な人たちが多いですからね。確かに多分そのおかげで元々は悲観的なんですけど、うんうん、変わりました。うん、うん、はい、頑張りましょう。というわけで本当に七村さんありがとうございました。こちらこそ本当にありがたいお言葉でした。私も勇気づけられました。でこんなね、大成功された方でもどん底大変だった時っていうのがあるんですね。非常に励まされると思いませんか。それで成功者って私たちは一般人はね、特別な人だって思ってるんですよ。特別な人だからこういうことができるんだ、そういうふうに思ってると思うんですが、なぜかというとこういう成功した人のサクセスストーリーっていうのがフォーカスされてしまって、うん、失敗っていうのにフォーカスされないんですよね。だからそういった番組とかを見た時に、私たちはあの人だからできるのであって自分には無理っていうふうに思ってしまうと思うんですね。でも全てがうまくいったから成功者になったんではなくて、失敗しても諦めずに何度も何度もチャレンジした、その結果成功して、そして特別な人になっていったんだと思うんですよね。つまり成功というのは成功の集大成ではなくて失敗の集大成、そういうふうに私は思いました。もしあなたが今ね、何かにチャレンジして失敗したんだとしたら、これはようやく成功のスタートラインに立ったっていうことだと思うんですね。私たちにもね、まだまだチャンスがあると思ってます。私結構なおばさんですけど、今頑張ろうと思ってますので、一緒に頑張りましょう。はい、では最後にですね、次のゲストの方をご紹介いただこうと思うんですけれども、七村さん、次にご紹介いただける方はどなたでしょうか。はい、ねえ、楽しみですね。私にはそんなネットワークはありませんけれど、さすが七村さんのネットワークだとすごい方がいっぱい出ていらっしゃいますが、まずはこれにご賛同いただけるかどうか、私が交渉しないといけないということですね。そうですね。そうですよね。一応メールは送ってみます、はい、ありがとうございます、はいはい、ということはここで私もね、失敗するかもしれないけどチャレンジです。もしここで失敗しちゃったら七村さんにもう一回お願いして、どなたか紹介していただいて。そうか、はい、うまくいくまで何度でも何度でも失敗してもね、交渉しますので、では次のゲストさん楽しみにしていてください。この番組は不定期の投稿になると思いますので、今この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから今日のインタビュー良かったなと思われた方、ぜひいいねボタン、それからコメント、いろんなコメントがあると思うんですね。もしかすると七村さん読んでくださるかもしれませんので、ぜひぜひコメントもよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。七村さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。では次回またお会いしましょう。 See you next time. Bye for now.